ピースピースグリーンピースです。ピースがちぎれるようになりました。去年10月末に植えたグリーンピースがこんなに大きくなりました。それにしてもいっぱいなっとうね。材料は採れたてのグリーンピース、お米、塩です。うちで採れたグリーンピースです。炊き上がるまでしばらくお待ちください。どうぞ召し上がれ。グリーンピースご飯作っていただきました。ありがとうございます。では食べたいと思います、はい、出来たてですかね。あったかいです。あったかいです。美味しそう。はい、ではいただきます。いただきます。うん、美味しいです。美味しいです。なんか大きくないですか、このグリーンピース。身がしっかりしてますね、うん、あ、美味しいです。程よい甘みですごく美味しいです。いつもありがとうございます。また作ってください。
今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃまた。このチャンネルでは89歳あっこばあちゃんの元気な秘密、おばあちゃんの手料理、家庭菜園、昭和の知恵、旬の食材、九州のパワースポットなど配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。